はい、坂上です。ここは JR 東海の新大阪駅なんですが、今回は光号に乗っていきますと、停車駅を見てみると、なんだこの停車駅、浜松、静岡、そして小田原、あれ小田原にも止まるのか、すごいですね。ということで、この光号に乗っていきます。乗るのはグリーン車ではなく自由席です。ここで夕食タイムです。高松で買った瀬戸内産のマダイの塩麹焼きと牛しぐれ煮弁当という名前の弁当です。これで1080円、中を開けてみるとこんな感じです。とても美味しそうですね。実際に食べてみてとても美味しかったです。岡山駅とか高松駅とか、そのような瀬戸内の近辺の駅などで売っています。ちなみにこの列車は京都を出ると次は名古屋です。小田原に停車する光のほとんどは途中の前原、岐阜羽島にも止まります。しかしこの列車は名古屋まで止まりません。逆に静岡県内に停車するっていうのはなかなかいいと思いますけどね。車両はいつもの N700 アドバンスです。新大阪、京都、名古屋から小田原に行く場合は一番早くてその小田原に停車する光、名古屋の次は小田原まで止まらない光です。2時間に1本出ています。しかし静岡県内から小田原まで早く行くとなると小玉しかありません。小玉は各駅に止まります。しかしこの光号は通過駅があります。小玉号はのぞみとか光とかに何本か抜かされるんですが、この光号は確か1本だけかな、1本だけのぞみに抜かれた気がします。確か60号とかだった気がします。車内販売があったので160円で静岡茶を購入しました。光号と小玉号が違うところは、あとは車内販売があるかないかということですね。リクライニングも深く倒れるのでとても快適です。浜松で多くのお客さんがおり、静岡でも多くのお客さんがおりました。静岡県内に住んでいる方、特に浜松とか静岡に住んでいらっしゃる方にとってもこの列車はとても便利なのではないでしょうか。この列車は東海道新幹線の光号最終列車です。そのため小田原に停車する東京方面の東海道新幹線最終列車でもあります。この列車に乗れば小田原で最終の品川駅、東海道線の上り最終列車品川駅に乗り換えることができます。この列車で新大阪から小田原まで2時間9分、浜松から小田原までは48分、そして静岡から小田原までなんと26分で結びます。ちなみにこの列車で名古屋から小田原まで行きますと1時間と17分かかります。ちなみに新大阪から東京まで乗り通すと2時間42分です。東海道新幹線内は最高時速285キロです。それに相当するような速度で走れます。さらに浜松と静岡の間は990円の特急料金でこの新幹線に乗ることができます。安く快適に移動することができます。7時ホーム5番線。
ちょっと時間が経ちまして、ここは熱海あたりです。気づいたらもう熱海でした。あっという間ですね。ちなみに光号は熱海に停車する列車が1日3往復あります。それは別に紹介しておりますので、もしよかったら合わせてご覧いただけると嬉しいです。小田原に到着です。ここで多くのお客さんが降りていってますね。この列車は小田原に停車する東京方面の新幹線の最終列車であり、さらに光の最終列車でもあります。では大隅さんのインタビューでこの動画は終わりにします。はい、ということで小田原に到着です。はい、いかがでしたか？まあそうですね、まあ、あの光号もね、まあ、僕はね普段あののぞみ乗ってね東京帰るんですけど、まあ、今回ね初めて光号乗って帰ってきたっていうわけなんですけども、まあね、光号でもね十分早くね帰ってこれるっていうのは、まあね、いいと思いますね。はい、まあ、あとね小田原にも泊まるのでね、はい、まあ、この辺りに、ね、住んでる人にも、まあ、便利に使えるんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ではご視聴ありがとうございました。